ねずっとまめちゃんです。今日はノーリミットサマーダンスナイト with ハイブジャパンを楽しみます、イエーイということで、あとちなみにこのミニ TV でこれからもユニモの最新情報をお届けするんでね、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。で今年の夏シーズンのユニバでは夜にハイブとコラボしてステージショーがね開催されるんですよ。でこの皆さんハイブって知ってます？でこのハイブなんですけども、韓国の大手エンターテイナー事務所で、超有名なところで言ったら、BTS とかがね所属してるね事務所なんですよ。でそことユニバがコラボして、今年のね夏ユニバの夜にはK-POP のステージショーがね開催するんですよ。で今回ねそれね早速ね参戦してきます。で今回ねもこさんがいないから俺ぼっち参戦なんですけども、果たしてぼっち参戦でも楽しめるかどうかねちょっとねやっていきます。で、ダンス踊るシーンとかもあるらしいから、それも踊ろうかなと思ってます。じゃあ今からね早速ね行ってきます。いやーなんかユニバにこの K-POP のこういうめちゃくちゃ大きいステージショーが来ることってまあないからな。だから余計楽しみや。どんな感じなのかな。で今回のねサマーダンスナイトなんですけども、なんかグッズがね発売するらしくて、それねちょっと見に行きますわ。で俺 K-POP に関してはねめちゃくちゃ詳しいわけじゃなくて、それこそ有名な曲は知ってるけど、めちゃくちゃねもうマニアじゃないんですよ全然。でも軽く触れてる程度やから、それでも楽しめるかどうかねちょっとやっていきますわ。で開催期間なんですけども、結構ねバラバラで、それがこんな感じなんですね。基本的に土日は開催してるって感じなんかな。いやめちゃくちゃ楽しみやなサマーダンスナイト。だから夏にショーするってさ結構久々やからな、ユニバで。グッズ見てきたけど、トートパックとラバーキーチェーンのこの2種類でしたね。でもそれぞれのアーティストのね、ラバーキーチェーンとかもあったから、ぜひね、ファンの方はまた買ってください。でね、なんか今回ね、ルイズニューヨークビズパーラーとメルトドライブインでね、この開催日だけね、販売されるね、商品があるんですけど、でその商品買ったらね、コースターがね、もらえるらしいですよね。ちょっとそれねもらっていこうかな、せっかくやし。こちらのメルズドライブインで、限定のね商品食べに行きますわ。あった、あれやサマーダンスナイト限定コースターセット2000円か。1から5の好きなバーガーをチョイスして2000円ってことか。そうなん、じゃあったらダブルビーフチーズバーガーセットでもいいってこと。はい、じゃあね頼んできましたコースター付きのハンバーガーで、これやけどびっくりしたのがさ、なんかコースター付きのハンバーガー2000円で買えるよね。でこれね1から5のハンバーガーから選べるらしいわ。で今回の俺1950円のダブルビーフチーズバーガーセットを頼んだんやけども、それでもね2000円でね頼めるらしいよね。だから実質ね、コースターもらったけど、これ一番高いハンバーガー頼んだら50円でコースターがもらえるっていうめっちゃ太っ腹やねんけど。普通やったらさ、このコースター付きのバーガーセットやったらメニューが決まってたりすることが多いよね。でもここメルズの売ってるハンバーガー自由に選べて、しかも全部ね値段が一緒って半端なくないマジすごいなほんまに。とりあえずコースターはご飯食べてからちょっとねやりますわ。でこのさハンバーガーってめっちゃ多いよね。一番高いハンバーガーやったからさすごいよほんまに。ダブルバーガーほんまに、めっちゃお得。でこれちょっと神やな、普通にお得やねんけど。いただきますわ。うまっ。でちょっとねさっき食べてた場所がちょっと屋根がない場所でめちゃくちゃ暑かったから、あの場所を移動しましたいやこのサマーナースナイトがするときね、昼間とかめっちゃ暑いから熱中症対策は徹底してください。マジでほんまに暑いですよほんまに。で今回さユニバでさこの大型なこの K-POP のステージショーがするのって初めてと思うよね。いやそれこそさここさ USJ は日本でありながら J-POP のステージショーもさなかなかしないよね。だけどこれみんなちょっと疑問に持ちません？なんでこんなね K-POP とか韓国のドラマとかって日本よりこの世界に広まってるかって。でこれね
理由があるよね。というのもね、韓国の人口って日本の人口の大体半分ぐらいなんですよ。ということは日本やったら国内の人だけに向けて作ってもですね、ちゃんとね、儲けることはできるんですよ。だから今までの日本のね、音楽とかドラマとかって、まあ、日本人向けじゃないですか。けど韓国はですね、まあ、日本より人口が少ない分、まあ、国内だけのマーケティングやったら日本よりね、儲けれなかったんですね。でその時に目をつけたのが世界やったんよ。でこれびっくりするのが、韓国自体もね、これからこのエンターテイナー業に力を入れるってことで、なんとね、韓国の政府がこのね、芸能界にね、力を貸してるっていう状態なんですよね。だから国を挙げて K-POP とかドラマとかにね、力を入れてるっていう状態なんですよ。これ日本じゃ考えられないでしょ。だからこそ、今の韓国のその芸能パワーっていうのかな、芸能パワーは日本よりね、もうすごいよ。それこそまあ K-POP って言ったらもう BTS なんかね、もう世界の BTS になってるじゃないですか。でまあドラマで言ったら、まあ例えばもう前に入ったイカゲームとか、あと愛の不時着とかも、もう韓国のドラマなんかもう世界でめっちゃ広がってるんよね。だからこそ、まあ日本にもね、もちろん K-POP が広がってるし、世界にもね、K-POP が広がってるって証拠なんですね。はい、ごちそうさまでした。じゃあちょっと開けていきますわ、コースター。おお、セブンティーン当たったわ。セブンティーンは俺もまあそこそこ知ってるで。いやーこれ当たってよかったな。しかもこの値段でさ、コースターつけて結構お得やからさ、ぜひ皆さん買ってください。これほんま今しかもらえへんからな。一応ねメルズのとこでご飯食ってたんすけども、まあ、ルイーズのとこのメニューもちょっと見に行きましょうか。どんな感じになるかな向こうは。じゃルイーズ着きました。お、早速あったわ。これやね、サマーダンスナイト限定のコースター。うん、あでもこっちも同じだよな。2000円でピザ好きに選べるって感じやわ。うん、若干向こうの方が高い商品だったな。でサマーナイトダンスはですね、グラマシーパークでって、まあ、芝生のエリアでね開催されるんですけども、まあ、毎日ね夏シーズン2番は14時からパレードやってるんですよね。でこのパレードがやってる時はですね、ここのグラマシーパークね360度びしょ濡れエリアということで、まあ、ちょっと特別エリアができるんですよね。で、まあ、クリームさんに聞いたら、このパレードが終わって特別鑑賞エリアのゲストが全員いなくなった後にですね、ここの芝生にね入ることができるんですよね。だから朝からね地蔵とかどうやらすることはできないらしいんですよ。で、まあ、とりあえずね、まあ、パレードが終わってからも地蔵することは確定してるから、まあ、パレードはまあ楽しんでからまあ待つか。はい、じゃあパレード濡れてきました。やっぱパレードは一番盛り上がるんだ、ユニバーの中で。やっぱりでもサマーナイトダンスの、まあ、街があると思うから待ってきますわ。サマーナイトのね、あの最後尾やけど、もう街列すごいわ。もうパレード直後にもこんな並ぶんやな、やば。で街列自体はこのグラマシーパークのこの左側の街列が待機列らしいですわ。で14時40分にですね、このナイパレのね席案内されましたわ。ここからでも結構かかりそうな感じがするな。でなんとかさ、この左側のね一番前座れた。いやステージ見れるからいいんちゃう。全然今ね3時やからさ、もう4時間ぐらいの地蔵っすわ。でも俺過去にねもう1日地蔵したことあるからさ、全然いけるっちゃいけるけどさ、なんせ暑いからね今やばいなちょっと。で今ね4時40分であとまあ2時間ぐらい待つんかな。でちょっと暇すぎてちょっとワンピース読みながらねちょっと待ってますわ。やばいなほんまに。で17時半過ぎてからやっとここのグラマシーパークに鍵ができました。ちょっと涼しくなってきてよかった。17時半の時点でもう結構ねもう埋まってきてますわ。うん、もう前の列はですね、もうパレード直後にもう全部埋まっちゃったんですけども、もう結構やっぱりもう直前というかまだ1時間半ぐらいはあるけどもう埋まってるね。で今ね、まあ、大体まあ18時なんですけども、そろそろねステージの準備で、ね、し始めました。で今回さ俺
偽造するためにね、この4本のペットボトル持ってきました。いや、やっぱ夏場暑いからな、マジ偽造するだけでも大変やわ。で、今回のね、このね、ダンスショーなんですけども、とにかくめっちゃ濡れるらしいんですよ、この芝生の中は。だからね、このね、カバンを守るためにね、このね、ゴミ袋をね、2枚ね、持ってきました。で、これでね、まあ、二重にして、ちょっとゴミ袋を守りました。で、もちろんですね、まあ、防水ケース、スマホの防水ケース、ちょっともうぐちゃぐちゃやけど、これ持ってきましたわ。始まるさ、だいたい20分ぐらい前やけど、もう曲流れてるわ。めっちゃ楽しみ。で、俺今回さ、この YouTube とか SNS も一切見てなかったんですね、このサマーナイトダンスに関しては。だからマジで初見のリアクションというか、どんな感じかめっちゃ楽しみです。
オリミットサマーダンスバンド、まだまだ行くぜ。後で感想を言うんですけども、次ね、一番後ろから見ますわ、どんな感じか。
い、じゃあ行ってきました。で俺今回さ一番前の列で見たけどさ、マジでめっちゃ濡れた。いやそれこそさ、もう服もそうやしさ、もうズボンもビシビシやったよね。だから前の列に行ったら結構濡れることが分かったんですけども、まあ、濡れる場所なんですけども結構場所によって濡れる場所が違うんですよね。でこれね、まあ、僕のね、まあ、友達のアクションがね前ね、まあ、X で投稿してすごい参考になったんですけども、まあ、それがこんな感じなんですよ。うん、でまあこれの通りやったなほんまに。それこそさ T のステージがあるけどさ、その周りはめっちゃ濡れるよね。けどこれびっくりしたのがね、この一番真正面は濡れないよ。だからまあカメラとかでいい写真撮りたい方はですね、まあそこは濡れないから、そこに座って写真撮るのもありかなと思いますわ。で今回の選曲なんですけども、それがねこんな感じです。いやー、まあ俺にはまあ K-POP はねそこまで詳しくないけどさ、まあ、一応ねまあテレビとか見ててもさ、まあ、流れてくるじゃないですか K-POP とか。だから何回かね、まあ、この曲聴いたことあるって人も結構多かったんですよ。だからね、まあ、K-POP 知らない俺からしてもねだいぶと楽しみましたねこれ。あ、やっぱすっごいね、なんか K-POP はほんまにもうレベルがすごいわほんまに。あとダンスタイムやけどさ、なんかユニバのこういうショーとかって、まあ、ダンスのレクチャーがあってダンスタイムとかあるけど、まあ、それが今回なかったっすね。普通ね、みんなダンス行くぞって感じで、まあ、おのおのが踊るみたいな感じのダンスタイムやったかな。あとね、今回ね、感動したのがさ、ハイブの所属してるアーティストでどれもすごいんですよね。それもちろんなんですけども、今回ね、それぞれの合間に、まあ、それぞれのアーティストの映像が流れるんですけども、そこで、まあ、ノーリミットなんじゃらかんじゃらって言ってたんですね。だから今回のイベントのためだけにね、撮った映像が流れたんですよ。それがめっちゃ良かった。あと俺今回ね、隣に座った人がね、視聴者だったんですよね。まあその方とお話ししたんですけども、まあ、今回の人やけど、まあ、もちろんね、まあ、ユニバーファンも結構多いけど、K-POP ファンもね、結構ね、集まってるんですよね。だから場所取りが結構苦労する。いやそれこそさ一番前に座れてかったらパレードが終わってから並ばないといけないレベルだったんですね。だからこれからね一番いい席で楽しみたい方はですね、まあ、そのことは覚えてください。けどね最後にですね、僕後ろの方で座ったんですけども、やっぱこのグラマシーパークのステージって結構広いんですよ。だから後ろの方でもね十分ね楽しむことができましたわ。だからね後ろの方はねちょっとね濡れることはないんですけども、まあ、別にショーだけ見たい方はですね、まあ、全然始まってから行ってもね楽しめるかなって感じがしますよね。すごかったほんまに、めちゃくちゃ楽しかった。もう K-POP ね、あんまり詳しくなくてもね十分ね楽しむことができましたね。まあ、というわけでねこのMTV ですね、まあ、これからもユニバの最新情報をねお届けしようかなと思ってるんでね、チャンネル登録、高評価、そして通知ボタンお願いします。じゃあ